今日から夏休みだろ。うん、でも補習あるから。補習？遅刻多いし成績も良くないしね。今何時だ？うん、今日も残念。補習まで遅刻するなよ。どうするんだ？休み時間に入っていって、あたかも1時間目からいましたって顔して座ってる。バレバレだろ。私存在感ないから、みんな気にも留めないの。何やってんだお前。絵日記、自由課題。どっちなんだよ。自由課題が絵日記。違うだろ、それは別々のものだ。一緒にするの。だからすごいの、先生もびっくり。そらびっくりするだろうよ。お前の歳で絵日記なんて書かれた日には。みすずちんすごい。そんなものより地図を書いてくれないか。ん？どこの？この町のだよ。もっと人の賑わう場所とか知りたいんだ。でないと本当にいつまでもお前の家に居座ることになる。補習終わってから案内するじゃダメ？今から暇だからな。すぐにも動きたい。そっか、うん、分かった。ガオーっと、はい、で、あっと、バス停へ。はい。早いなお前。ちょうど時間。お昼にまたね。うん。これで地図のつもりか、あいつ。母親に聞かされた物語のイメージを俺はずっと探していた。何かに押されるように町から町へと歩き続けていた。この町に降りたのはなぜだったろう。空が目の前に広がるように見えたからだったろうか。そろそろ学校が終わる時間だな。戻るか。よっ。ゆきとさん。待ったか。ううん、帰ろう。ああ。どうだった？お金稼げた？ああ、バッチリだ。そう。どうした？ううん、よかったね。これでここを出られるね。そうだな。じゃあお祝いしよう。お祝い？ゆきとさんのおごりでジュース飲もう。なんで俺がおごるんだよ。だってたんまり稼いだんでしょ。嫌だ。え？ケチ。ケチでいい。カエル。カエルでもいい。おたまじゃくし。おたまじゃくしでもいい。そうだよね、いつも黒いもんね。そうだ、だからジュースも買わないし飲まない。いいよ、じゃあ私買うから。おたまじゃくしさんはもうこの町出て行っちゃうんだね。ああ、そうだな。寂しくなるね。そうか。そうだよ、おたまじゃくしさん面白い人だし。一応人なんだな。違った、おたまじゃくしさんは面白いおたまじゃくしだった。そうか。うん、楽しいおたまじゃくしだった。仕方ないよね。おたまじゃくしさんの門出に乾杯。どうしたの？乾杯しなくていい。どうして？もう少しこの町に残ることにしたから。え？さっきのは嘘だ、まだ稼ぎが足らない。本当？稼ぎが足らないのがそんなに嬉しいか。え、嬉しい。この町にまだ残ろうと思ったのは、あいつの目がどこか悲しそうに見えたからだろうか。それでは町の人の声を聞いてみました。
最近の政治についてどう思われますか？これテレビ？テレビ？これでよく笑えるな。え、面白いよこれ。ただいまやで。あ、お母さん。今日は突っ込まなかったんだな。にゃ。なんだこれ。見たらわかるやろ、怠け者や。そんなのは見ればわかる。俺が言いたいのは。お土産？そうや。わあ。あんたのやないで。え？俺のか。そうや。あんな愛想のない人形捨てや。明日からこれで商売したらめっさ儲かるようになるね。もうご機嫌や。こんなものいるか。天の弱な子やな、嬉しいくせに。この人形とは長い付き合いなんだよ。もう10年ずっと一緒に稼いできたんだ。10年。薄汚いはそのせいか。薄汚くても何でも俺はあの人形でやる。こんな猿はいらん。え、怠け者さん可愛いのに。じゃあお前にやる。本当？どうしてもうちのプレゼントを受け取らんって言うんか。ああ。ほな、ぬいぐるみをあんたが買い取り。なんであんたが勝手に買ったものを買い取らなきゃならないんだ。うちが損するやろ。明快すぎる。それまであんたの人形預かっとくわ。どういう理屈だ。あんたが代金踏み倒して逃げるいうこともあるさかいにな。もちろん今この場で代金が支払えるいうんやったらすぐ返したる。いくらだ。1万。どない。そんな、ユキトさんが払えるわけないよ。そんなフォロー。まあ頑張って稼ぎや。それとな、あんたが買い取るまではぬいぐるみはうちからの真心のこもったプレゼントや。無下に扱うたらこっちの人形も手荒く扱うで。